兵庫県の斉藤元彦知事のパワハラ疑惑などを告発した文書を調査する百条委員会は昨日、職員6人に証人尋問を行いました。県は告発文書を公益通報として扱わず、文書を作成した元幹部を懲戒処分としましたが、昨日出頭した職員は公益通報窓口の調査結果が出るまで処分を待つべきと上司に進言したと証言したことが分かりました。他15件の資料の提出を求めることとなりました。知事がその意見にですね、従うかのような動きを見せたそうなんですね。しかし弁護士の意見を聞いたところ、処分と公益通報は分けて考えるべきだと。百条委員会は懲戒処分が強引でなかったかなど調べる方針です。